本日も、堀口秀俊スペシャルの時間が、やってきてしまいました。英国や関連の話は、後でじっくりやるとして、今回は堀口秀俊くんが、暇空茜様から、和平を提案されたものの、速攻でそれを蹴った件について、紹介していきたいと思います。暇空茜様が和平案を出す前に、男堀口は、ほのぼの X 様と、何度かやりとりレス場をしていました。まずはその流れを紹介します。ほのぼの X 様の投稿がこちら、詳しくないながら横目で見る限りは、自業自得だと思うので、かわいそうとは思わない。でも、蹴ってる人たちは、亡くなるリスクは考慮してるのかなと思ったけど、本人が死なない宣言してるみたいなので安心しました。あくまで一般論を申し上げますが、自業自得で炎上した時に破壊したパソコンを撮影して、その写真をネットに投稿して自丸をほのめかすと、全方位から批判されると思います。私はこれまでにも言ってきた通り、堀口くんに対する誹謗中傷はしませんし、身体的特徴を揶揄するようなことは言いません。しかし言論に対する批判論評はこれまでと同様にしていきます。相手に対する最低限の配慮は必要ですね。今後は一層発言に気をつけていきたいと思います。皆様も気をつけてください。なお堀口くんはほのぼの X 様の投稿にブチギレ、次のようにツイートされました。自業自得、バカも休み休み言え、大勢から誹謗中傷やリンチ、殺丸予告といった様々な被害を受けなくちゃいけない業は存在しません。丸七位宣言をしていれば、確実に丸七位とも限りません。ある日ふと糸が切れてしまうこともあるでしょう。私にも限界はあります。大量の言いがかりデマを放置すれば、否定できない、認めた、否定したら必死すぎる、図星だと言われる理不尽、気丈に振る舞えば聞いていないアピールと、弱音を吐けば聞いていると煽られる不条理、我ながらよく耐えられているなと思います。相変わらず過去に炎上した時から何も学んでいないようです。堀口くんは過去に自業自得で炎上した時も、自丸をほのめかす画像をネットに投稿して被害者アピールをしていました。誹謗中傷とかは良くないんですけれど、自分が何かを主張したことに対して世間から反響が返ってくるのは当たり前のことです。おかしなことをしたら世間からそれはおかしいだろと批判を受けるのは当然のことです。堀口くんの過去の言動を見る限り、かなり特殊な感性をしておられるようなので、堀口くんが何かやるたびに世間から批判的な反響が返ってくるのはごくごく当たり前のことだと思います。それが辛いというのなら、インターネットを完全にやめるか、もしくは自分の行動を改めるべきです。なお先ほどのウーのツイートに対して、ほのぼの X 様は次のように返信しました。だって自分から喧嘩売ったんでしょう。その報復が熾烈すぎるということなんでしょうけど、自分で始めたことなんだから自業自得でしょう。耐えられないなら逃げるか、謝るか、無視するかで、卑怯だとか僕は間違ってないと主張したところで、結果は何にも変わらないですよ。学級会じゃないんだから。優しい説教です。しかし残念ながら堀口くんには一切響かなかったようです。本当に人の話を聞く気があるのでしょうか。堀口くんの返信がこちらです。自分から喧嘩を売ったから、リンチされても自業自得なら、犬笛を吹いて数の力で押し切ってくる相手の横暴を誰も批判できなくなってしまいます。例えば暴力団排除活動で逆恨みされて丸されたとして、それは喧嘩を売ったから自業自得でしょうか。違いますよね。ダメだこりゃ。まず大前提として、誹謗中傷はダメです。しかし多くの人を不快にさせるような、不適切な言動をして、炎上状態になった場合、中には誹謗中傷してくる人も、ごく一部出てきますよ。誹謗中傷する人が悪いのは当然なんですが、まず堀口くんは、どうすれば炎上を鎮火させられるのか、どうすれば自分に対する、誹謗中傷がなくなるのか、ということを考えるべきではないでしょうか。炎上が鎮火すれば、誰も堀口くんに興味はなくなって、誹謗中傷もなくなるでしょう。誹謗中傷に対抗するには、様々な方法があります。例えば法的措置を取る、謝罪する、炎上しないように発言に気をつける、などといった方法があります。堀口くんは法的措置を宣言するも、盛大に失敗してしまい、逆に炎上を拡大させることになってしまいました。まあ何千件も開示申し立てを乱発するなんて、明らかに、やりすぎ行き過ぎ縄文すぎですから、そんなことをすれば炎上するに決まっています。この失敗に関しては、先の展開を予想できなかった、堀口くんの落ち度です。というわけで堀口くんが、自身への誹謗中傷をなくすために、必要なことは、まず自分の落ち度を認めて謝罪し、自らの言動を改める、謙虚な姿勢ではないでしょうか。まあそれができれば、誰も苦労しないんですけどね。ちなみに私もアルミホイルの民から、ヤバすぎる誹謗中傷を受けたり、殺丸予告みたいなのも受けていますが、いかにしてそれらを、効率的に換金するかを、日々考えております。堀口くんのツイートから引用します。それに、もし逃げたら逃亡、と煽られるし、謝ったらつけ込まれますよね。目に見えています。また、言いがかりデマを無視したら、反論できない、認めた、と既成事実化されて、もっと叩かれます。加
害者に因縁をつけられた時点で、そこまで結果に大差はありません。ぶっちゃけ堀口くんがネットから消えたら、1ヶ月もしないうちに、みんな堀口くんのことを忘れそうな気がしますけどね。むしろ最前提は真摯な謝罪をして、ネットから消えることでしょう。断言しますが、堀口くんが言動を改めずに、ネットで活動を続ける限り、必ずまた炎上して四方八方から批判されますよ。言動を改める気がないのであれば、ネットから消えるのが良いでしょう。なお、意地でも消えない模様。さて、前置きが長くなってしまいました。暇空茜様が、これらのやり取りをスクショした上で、堀口くんに対して、和平案のようなものを出しました。暇空茜様のツイートから引用します。堀口くんが全ての裁判や、申し立てを取り下げて、すいませんでした。って全員に詫びるって言うなら、俺も裁判取り下げてあげようか。和解書巻いてあげてもいいよ。示談金とかはいらない。あとその後お互い言及なしでいいけど、サイトを消したりはしないよ。でも追記もなくなる。多分一月といらず、堀口くんがアカウント消すなら、みんな忘れると思うよ。俺は住所漏らしたりしないし。どう？これに君は乗れるの？勝手に俺を、お前に都合のいい悪役にすんなよ。あと批判と喧嘩売るのは違うやろ。第二次世界大戦の末期、ドイツとイタリアが敗北した後、最後に残ったのが日本です。その日本に対して、連合国は、無条件降伏を要求する、最後通牒を突きつけました。それを彷彿とさせる、最後通牒ですね。クオレは、普通に考えた場合、堀口くんからすれば、メリットしかない提案です。だって堀口くんは暇空茜様から、複数の訴訟を起こされる見込みで、それを全部取り下げてもらえるわけでしょ。堀口くんサイドにはメリットしかない気がするんですが、ここで堀口くんが謝罪して手打ちにすれば、周りもこれ以上は、叩きづらくなりますし、これは言ってみれば暇空茜様からの、助け舟のようなものである、と解釈することもできます。暇空茜様は、回答期限を24時間に設定し、レジェンドからの回答を待ちました。暇空茜様のツイートから引用します。逃げたいならアカウント消して、他人に何も求めないが最低条件。で、その場合、俺の訴訟と、俺が仲介する訴訟は止まらないから、俺の出す条件は飲む必要がある。ただのそういうルール、サイトが残るならダメだけおん。学習院サイト、堀口くんって、自分で自分の人生のルートを、最高に狭めてるね。俺はそんなガキでもきっちり最後まで、裁判付き合ってあげるけど、俺は単にガキがアホな踊り踊りながら、これが最善なんだ。僕の敵はみんな悪い奴なんだ。こうするのがベストなんだって言ってるから、違うって示しただけだよ。実際問題としてアカウント消していきなり逃げても、今の時代研磨もなかろうし、面白さ半減して1週間くらいでネタとして死ぬと思うのね。3日くらいは花火祭りだろうけど、なんでわかるかって、シュナムルさんがそうだったから。研磨という言葉は一部界隈で使われている、自宅突みたいなニュアンスの言葉です。堀口くんが赤消し逃亡しても、今時自宅突なんかされないでしょという意味ですね。シュナムル様といえば、暇な空白チャンネルによって盛大にこすられた挙句、現在は完全にオワコンと化しています。かつてツイフェミ界隈の王みたいな立ち位置だったあのシュナムルさんですら、今では鍵を開けて普通にツイートしていても全く話題になることもなく、存在自体を完全に忘れ去られていますから、インプレッションも死んでますし、かつてのような輝きはもうありません。なので堀口くんがネットから消えた場合、すぐにみんな忘れると思います。決して逃げる100倍握手を売ってるから、周り全部から笑われてるってまだ気づけないのかね。堀口くんはカルピスに空気入れられて気持ちよかったのかね。これで蹴られても、まあ俺はひどいやつじゃなくなるでしょ。お前も詫びろとかふざけたこと言ったら、その瞬間吐きな。さて、堀口くんは一体どうするのでしょうか。ほぼメリットしかない提案なので、これは二つ返事で受け入れるしかねえよな。頼むぞ秀俊、今後の人生を左右する重大な選択ですよ。この選択次第で彼の人生は大きく変化するでしょう。今度こそ正しい選択をしてくれよ。頼む秀俊。なお、堀口くんの回答がこちら。これで、和解案を提示してやった、とか、和解に応じないのは自業自得、と騒ぐのでしょうね。でも、この内容は私に、泣き寝入りを迫るものです。私は誹謗中傷をはじめ、多大な被害を受けたのですから、裁判を取り下げるつもりはありません。また、私が詫びるべき理由や相手も存在しません。やっぱりなぜ。まあ知ってた。そもそもここで、和解に応じられる人間だったら、ここまで炎上してないよねっていう、堀口くんのこれまでの言動を見てきた人なら、99% 和解に応じないであろうことは、わかっていたでしょう。というわけで、残念ながら、和解は決裂してしまいました。残念ながら、はい。というわけで今回の和平交渉は、こういう悲しい結果で、終わり。ですね。はい。暇空茜様のツイートから引用します。はい。俺は情報示したからね。追い詰めたとか、追い込んだとか、言わないでね。というわけで、破棄されました。あとはきっちり最後までやります。ネトゲ戦記には書いたか、覚えてないけど、地裁で勝った後で、俺から和解案出し返したんだよね。谷さんに。もちろん、最高裁の判決が残ってるってことは、そういうことです。誇りのためにどこまで犠牲を払えるか。
って話な気がするから、本人がやりたいように、やればいい話ではあるんだが、俺はただ、なんか鬼畜みたいな扱いされてて、あいつらは血も涙もなくて、逃げても追ってくる、とか、末期の日本軍みたいなこと言ってるから、そこだけ否定したかった。せっかく用意してくれた助け船を、自分から蹴っていくスタイル、まるで、藤尾寺をリスペクトしているかのような、助け船を蹴るムーブやめろ。堀口くんと藤尾寺は、友達になれそうな気がします。秀俊、どうして？私はただただ悲しいです。まだ25歳なんですから、これからいくらでも人生やり直せるんですけどね。せっかくのやり直せるチャンスを、自分から破壊していくのか。困惑、堀口くんのツイートから引用します。あと、よく読んだら、被害届や、告訴状を取り下げるのは、条件に含まれていませんね。前科前歴は許容するのかな。ああ、そうか。堀口くんは告訴状も出しているんでしたっけ。告訴状の準備をしていることを、散々ほのめかしていたものの、なぜか出したという報告がその後一切なされていないのは、一体なぜなのでしょうか。すっとぼけ、もし告訴状なんて出そうものなら、男堀口は怒涛のプレスリリースで、緊急報告しそうなものですけど、なぜかまだ、告訴状の緊急プレスリリースは出ていません。もし仮に構成要件を確実に満たすような、明確な犯罪行為が行われていたのであれば、別に取り下げなくても良いんじゃないでしょうか。そっちはそっちで警察に動いてもらったら良いのでは、あくまで本当に告訴状が受理されていれば、の話ですが、いずれにせよ、犬笛を吹いて、自らの支持者をけしかけ、私に危害を加えさせた、暇空茜こと水原清輝は、他でもなく悪役です。40歳を超えているのですから、きちんと責任を取れますよね。あーっと、この発言はリーガル的に、結構危うい発言ではないでしょうか。ギリギリを攻めますね、堀口くん。どちらかというと、堀口くんの方が、勝手に周囲と乱闘し始めた。という印象なのですが、堀口くんの口ぶりでは、まるで暇空茜様が攻撃をけしかけたかのようなそういった趣旨の主張をしています。自分に対する批判意見に対しては、すぐ名誉感情侵害だと言って、大騒ぎするのに、堀口くん自身も結構際どい発言をしています。まずいですよ。まあ発言の責任を取るのは堀口くんなので、私が知ったことではありませんが、堀口くんの言葉を借りるなら、もう25歳なのですから。きちんと責任を取れますよね。早速情報を示してやった、と豪語していますね。しかし、提示された内容は、私に一方的な泣き寝入りを強いるものです。これを情報とおっしゃるなら、国語の勉強を、中学校レベルからやり直すべき、ロッカーの上で寝て過ごしている場合ではありませんでしたね。お前も詫びろなんて、私が言うはずもありません。これでは私にも、詫びるべき理由があるかのようです。暇空茜こと水原清輝本人と、支持者による数々の誹謗中傷、捕獲法行為や嫌がらせ、迷惑行為の事実に鑑みると、お前こそが詫びろ、きちんと謝罪の内容と方法を、考えておいてくださいね。ダメだこりゃ。人生は、要所要所での選択によって、その後の展開が、大きく分岐します。皆様は、今後の人生での、重要な場面での選択を、どうか間違えないよう、十分気をつけてください。なお当の堀口くん本人は、和解案を蹴ったことを、全く悪びれもせず、こんなツイートをしておられます。24時間どころか、20分もしないうちに、蹴っちゃいましたね。それにしても、アホがで終わる和解案って、一体何なんですかね。受け入れさせる気がありませんよね。あんな態度で、他人のコミュニケーション能力を、批判できると思っているなら、大きな間違いです。もうただただ絶句です。呆れて言葉も出ません。暇空茜様のツイートから引用します。多分このポツダム宣言ネタだけでレイヤーが動画作るな。はい作ってます。堀口秀俊スペシャルを作っていて、こんなに悲しい気分になったのは初めてです。ちなみにもし堀口くんが飲んだら、俺がレイヤーに詰められねえとか思ってた小声。いやそんなわけないやろ。レイヤーのことを残落超人か何かだと思っているんですか。堀口秀俊スペシャルが投稿できなくなるのは、私としても非常に残念ですけれども、堀口騒動が良い形で終結するのなら、それも一つの結末として、私は受け入れるつもりです。なお、終結しなかった模様、絶望。ちなみにもしレジェンドが暴れていなかった場合、私はビッグモーターを鬼のようにこすっていたと思います。できればビッグモーターと、時期をずらして欲しかったですね。堀口くんのせいで、ビッグモーターの動画をまだ一本も出せていません。堀口くん、もうちょっとタイミングを考えてくれませんか。例えば、カンパを打ち出した時に、5万円でも集まれば、彼なら毎週のように、おねだりすると思うな。小林すら訴えず逃げた堀口くんに、誰かカンパしてあげたらいいのに、長続きした方が、YouTuber 勢はネタ増えて喜ぶでしょ。いやでも、堀口くんにカンパするぐらいだったら、コラボにカンパした方が、まだマシですわ。いくらネタのためとはいえ、さすがに堀口くんにカンパするのはちょっとね。暇空茜様とバトル開始した後に、堀口くんが最初にカンパを募集した時は、確か10万の振込証明をアップしている人物が、少なくとも1名はいたと思うんですけれども。今回はなぜかいないみたいです。悲しいなぁ。さて、話は変わって、小林の怒り様の、異議申し立ての件です。小林 T の動画によると、まだ小林様のメインチャンネルの処分は、保留中、ということだそうです。8月16日時点の話です。最近、小林 T が毎日のように動画投稿されています。小林様のチャンネルも見ましょうねー。それにしても YouTube ねー、いくらなんでもじらしすぎではないでしょうか。
さっさと結論を出してくださいよ。一体どれだけ待たせれば気が済むんでしょうか。小林様も処分が決定するまでは、気持ちが落ち着かないと思うので、さっさと正式に復活してほしいですね。なお異議申し立ての件について、堀口くんが言及していたので、ツイートを引用します。なお、私からの削除通知が、Google に却下されたら、動画を復元させる、旨の連絡が来ます。15件のうち、詳しい報告を忘れていた2件のみ、この連絡が来ました。裏を返せば、まだ13件は却下していない。Google が却下したって、何を根拠に言っているんですかね。願望。堀口くんのツイートを読む限りでは、なんと堀口くん、15件中2件で、異議申し立てに関する詳しい報告を、忘れちゃったみたいですね。それでその2本の動画が、復活する見込みだとか、やっちまったなぁ。動画の本数が多かったからでしょうか。うっかり報告漏れしてしまうなんて、おうらしからぬ、痛恨のミスです。先ほどのツイートに対する、ヘナ虚構様の返信から、引用します。Google に対して、小林側が行った、異議申し立てが、無事通過した事例がある、ということですよね。上を前例にして、考えるのであれば、小林側の異議申し立ては、代理人の審議問わず、内容が調査されている、と考えた方がいいのでは。代理人同行の話は、そもそも Google には確かめようがありませんし、Google 側に、調査してくれと言っても対応のしようがないと思います。異議申し立ての件は近々決着がつくかと思っていたのですが、もう少しかかるかもしれませんね。さて次の話題です。堀口くんが闇熊様のツイートに返信し、かなり高圧的に煽っていたので、その様子を紹介します。きっかけとなったのが、暇空茜様の、こちらのツイートです。現地集合する以前の、予定が合わなかっただけで、友達がいない認定。違うんだ、予定が合わなかったんじゃないんだ。それは君がハブられてたんだよ。違うんだ、君のスケジュール、4時40分横浜集合をガン無視して、君は一応、切ったら切れてよさそうだから保留するけど、君以外の君をハブ、ダブルミーニングにして、知り合った人たちだけで、連絡し合って前日入りしてるんだよ。堀口くんが笑われてるのは、ホテルを確保できなかったことじゃない。前日入りして、堀口くんのスケジュールをガン無視されたこと、その連絡も一切もらえなかった立案者笑い、が笑われてるんだよ。事実指摘ハラスメント、やめてもらっていいっすか。あくまで一般論ですが、連絡すらもらえないのは、何か相当な事情があったとしか思えません。先日、こちらのツイートに対して、闇熊様が返信をしました。それがこちらです。堀口くん、そんな意地になるな。めんどくさいと思われてる人は、大体この手の対応、食らってるよ。そうやって曲解して、自己擁護ばかりしてるから、成長がないのよ。素直にダメージを受け止めよう。構成への第一歩だ。割とが釣り合おう出てささ闇熊様、ちょくちょく堀口くんをディスっているので、少なくとも堀口くんに対して、あまり良い印象は持っていないのでしょう。これは全面対決が楽しみですね。そもそも対決まで行くのかすら、若干怪しいですが、そして、こちらの闇熊様のリプに対して、堀口くんが引用率で反論します。暇空茜様は、毎日大量のツイートをしているのに、そのリプまで見つけてきて反論するとか、めっちゃツイート見てるじゃん。私でもリプ欄までは、ほとんど見れていませんので、堀口くんはレイヤよりも、暇空茜姉様のツイートを見ている可能性があります。単に誰かに教えてもらっただけかもしれませんが、堀口くんの迫真の返信がこちら。反論しなかったら反論できないと言われ、反論したら意地になるな、自己擁護と言われる理不尽。それに貴殿、闇熊は発信者情報開示が決定されるような方向をなさいました。よってむしろ貴殿こそ公正が必要な立場です。逆恨みしていないで、ちゃんと加害者としての責任を取れよな。おお、だいぶ強気に出ましたね。コンテンツプロバイダの開示が決定したからといって不法行為をしたとは限りませんよ。アクセスプロバイダの開示が通っても、その後の裁判で負けるケースもありますから。まだコンテンツプロバイダの開示しか通せていないのに、相手がまるで不法行為をしているかのように言うのもどうかと思いますよ。そういえば堀口くんも複数の訴訟を起こされるみたいですね。堀口くんの言葉を借りると、堀口くん、貴殿こそ公正が必要な立場です。逆恨みしていないで、ちゃんと責任を取れよな。暇空茜様、宣伝ありがとうございます。堀口くんが訴えられない、負け犬の遠吠えしかできないってバレたから、フルアクセル来てんぞ。昇魂の怪物、そろそろ100万ぐらい堀口くんで稼げてそう。私はもともと表現には気をつけていたのですが、最近はさらに気をつけています。堀口くんがどんな行動をしてきても、ラインはギリ越えないように冷静でいられるよう努力します。堀口くんが本当に民事訴訟をやる気があるのか、いよいよ怪しくなってきましたが、私は一応裁判するつもりでいます。広告収入については、堀口騒動以降の収入だけで、だいたいそれぐらい言ってると思います。さて小林様のチャンネルの動向も気になる一方、堀口くんの秘書が9月に都営するとも宣言しています。本日は8月17日、都営のタイムリミットである9月も徐々に迫っております。果たして堀口くんは本当に都営するのでしょうか。あるいは都営したという設定にして全て投げ出してしまうのでしょうか。なお暇空茜様はすでに堀口くんを提訴しているので、もし仮に今から堀口くんが海外に逃亡しても、裁判からは逃れられないみたいです。逃れられない。もし仮にですよ、都営して勉学に専念するという建前で裁判
番などを全部放り出してしまう、と仮定した場合、さっさと和解案に応じていた方が、ダメージが少なかったのではないでしょうか。堀口くん、今から手をついてわびれば、和解案に応じてもらえる可能性も、まだゼロではないかもしれませんよ。そっちの方が、私は良いと思いますけどね。これは完全詠唱で、手をついてわびなければならない。そういう案件でしょう。堀口くんはメールの最後に、貴殿の賢明な判断に、期待しています、などという文章を書いています。その言葉、そっくりそのまま、お前に返してやるよ。なあ秀俊、いつまで続くんだよこれ。もう十分だろ、もう終わりにしないか。憔悴、最後に自前の広告が流れます。すごく美味しい、おすすめの赤ワインを紹介します。赤ワインというと、苦味が強いイメージがありますが、このワインは、嫌な苦味や渋みがほとんどなくて、果実味が強く、飲みやすい甘口です。私は赤ワインが苦手なのですが、これは普通に飲めます。モロチン赤ワインなので、若干の癖はあるのですが、赤ワイン入門用の一本としても、おすすめです。めちゃめちゃフルーティーで、美味しいので、ぜひ一度飲んでみてください。リンクは概要欄からどうぞ。最後までご視聴ありがとうございました。